はいはい。ということで、アニメラジオボリュームは2でございます。ちょっとね、第1回目からね、だいぶ間が空いてしまった。一応ね、週1回ぐらいはね、ラジオにしようなとは思ってるんですけどね。で、この間第1回目が、テーマが TikTok を始めた影響についてお話したんですけど、今日第2回目。今日はね、今のうちに喋っとかなきゃなと思ってね、ルーティーンのことを喋りたいなと思っております。私ね、こう見えてね、意外とね、ちゃんと会社員をやっておりまして、で、会社員やりながらライブ配信やって、毎日 TikTok に投稿して、で、YouTube も始めてって言ってると、結構みんな、どうやって時間やりくりしてるんだよっていう部分がね、気になるらしくて、よくね、質問をもらってるんですけど、今日はね、それを話しておこうと思います。っていうのが、一応ね、今月の末に今の会社をもう退職するっていうことを決めたので、まあ今のうちにね、やらないとちょっと時間手遅れになっちゃうんでね。会社はね、まあ普通の、一応金融かな？金融の事務をやってるんですけど、本当にね、コロナの前まではね、すごい残業が多くて、本当にね、サブロク協定ギリギリぐらいまでいつも残業してて、本当にね、なんかビルの電気が消えるみたいな時までね、残業して、すごいギリギリの、本当にもうあとちょっとで社長が捕まるっていうところまでね、行ったくらい残業が多かったんだけど、去年かコロナで、残業結構なくなってきて、で、今年もまあ、前に比べたら全然まあまあ。くらいの残業時間になりまして、なのでね、まだなんかもう以前に比べたら全然もう動きやすいかなっていう感じで私はいるんですけど、ライブ配信をさ、結構もう1年半ぐらいかやっていて、で、もうそれ自体はもうこの会社行ってからライブ配信、夜9時からライブ配信っていうのは結構ね、もう身についていて、で、それでまあ3月か、今年の3月からは TikTok を始めようって思って、ここのね、始めるときはやっぱ結構きついの。時間が全然ないやってやっぱり思ってさ、で、この TikTok は、3月から毎日やるぞって思って動画を投稿する。ね、これはだからライブ配信もおろそかにしたらよくないなと思って、会社行きながらライブ配信やりながら TikTok を撮る。で、さらに YouTube、6月からね、YouTube 始めて。まあでもね、会社ね、まだちょっと今ね、やってて、なかなかね、TikTok も撮りながらだとなかなか撮る時間がなくて、最近は新しいの全然撮ってない。まあそんな感じでさ、結構やってるんだけど、私もさ、でも私自身もなかなかさ、この時間の使い方がすごい下手くそで、もっとうまくできるのになぁと思いつつね。そう、でも会社があってもうこの時間は動かせない。ライブ配信があってもうこの時間は動かせないっていうのがあると、もうやっぱこの隙間隙間でやっていくしかなくて。私はね、朝はね、今時差出勤をしてることもあって、8時に起きてます。8時はね、めっちゃ遅い。でね、8時に起きて、まあ8時半には家出る。だから30分か家で、なんか朝準備する時間なんだけど、もう本当にね、この平日にね、誰かに会ったとしても気づかれないぐらいね、もうね、髪の毛はボサボサでね、鼻水垂らしながら会社に行ってるわけ。本当にね、全然準備せずに行ってる。それで、ね、この移動時間が、まあ、だいたいどのぐらいか、電車乗ってる時間に、編集をやってます。文字、ね、動画に文字入れたりとか、TikTok の動画、文字入れたりとか、もうカットしたりとか、そんなんをやってる時間が、この移動時間になります。それで、まあ、もうこのずっとね、働いてる時間はどうしても動かせないので、このお昼の時間が次、使える時間になってきて、このお昼の時間にまた編集をやってます。で、もう本当だから、トータルしたら、もうご飯も食べながらやって、もう編集だけ多分ね、1個の動画に対して1時間ぐらい編集してる。それで、まあ、午後ね、仕事して、最近はまあ、あんまり残業がなくて帰ってきて、で、まあ、身支度ね、もう朝そんなさ、全然さ、ボサボサで会社行ってるから、
本当にね、眉毛とね、アイラインしか変えてなくて会社に行ってる。もうさ、マスクするからいいやと思ってね、ほとんど何もせずに行ってるからさ。で、配信の前に身支度を整えて、で、9時、21時からいつも配信をやってて、まあ、配信の時間も、23時半か、11時半まで、いつもそこの2時間半かはやってます。それで、それが終わった後に、まあ、ちょっと一息ふーってついて、その後に、TikTok の動画をね、撮り始める。そっから撮り始めるんだよね。だからさ、本当にさ、すごい遅いの。で、それから撮り始めて、で、台本とかをさ、作っとけばいいものをさ、最初ね、台本もともとあったんですけど、そしたらなんかさ、もうなんか声も小さいし、なんか無理やりグミ紹介させられてるみたいで、すごい変だねって言われたことがあって、それから頭に来て台本作るのやめたんですよ。それでもうグミ食べながら思いついたことを喋ろうと思って、で、やるようになったので、なんかね、もうそれがね、調べながら、一個一個さ、調べながら、動画を撮っていくから、ものすごい時間かかっちゃって、なんか、私の場合だと結構もうグミの、まあ、あとね、あれを調べてんのよ。そのグミがどんなグミかとか、まあ、過去にさ、どんなんが出てたとかは自分のツイッター遡ればわかるけど、でも逆に言うと自分のツイッター遡んないとわかんないから、それを調べたりとか、あと例えばそのグミのフルーツ味のグミだったら、そのフルーツがどんなフルーツかみたいなのを結構調べて、で、動画にしてるんだけど、動画もさ、結構さ、私のはさ、なかなか、なんか言葉に詰まっちゃってさ、そんな短い言葉言うのになんでそんなに詰まるのってぐらいさ、言葉に詰まるからさ、ほんとそれをさ、撮り直しまくってたりすると、ほんとに3時とかぐらいまで動画をいつも撮ってるんだよね、撮影がかかっちゃって。でもさ、最近は技を身につけてさ、この、なんだ、私の動画の場合だと、この自分がグミを持って喋ってる、バージョンと、グミだけが映ってるバージョンと、だいたいまあそんな感じ。で、動画の構成にとしては、まあ自分がグミ持って喋ってる部分が、まあ2割から3割ぐらい。で、グミだけが映ってるとこが、まあ7割、8割くらいの割合なんですが、そのさ、そのグミだけの部分ってさ、別に自分がさ、ちゃんとさ、メイクしてしてなくても、あ、できるなっていうことに気づいて、だからさ、まあ、パーツ取りというか別々の日に撮ってたり結構するんだよね。最初はさ、一個の流れで撮んないとダメなのかなって思ってたからさ、すんごい時間かかってたんだけど、でもなんかそれを別々にやるようになってからは、ほんとグミだけの日とか、自分とグミだけの日、まあちょっとね、編集の都合上ね、どっからどこまでが自分の、どの動画かわかんなくなっちゃうから、一回着替えたりとかは挟むんだけど、それをね、別々にやるようになってからは結構スムーズにね、撮影ができるようになったっていうのはあります。そう、ただね、やっぱそのグミを一個一個やるときは、なんかいっぱい調べたりとかして、農林水産省天皇杯って何この覚えにくい単語みたいな一個一個ねやってたりするとめっちゃやっぱ時間かかっちゃうけど、そんな感じで一日を過ごしてます。もうすごいざっくりだけどね、今のはね。そう、あとは、まあ、TikTok のね、動画投稿が7時。もう毎日7時って決めてるから、一応ね、なんかパソコンからだと、TikTok も自動投稿、この時間になったら投稿するっていうのができるようになったんですけど、そうするとさ、一回携帯でさ、完成した動画をさ、パソコンにさ、送り直してさ、それをさ、投稿するっていう風にしなきゃいけないから、いや、そんな余裕はないわけ。今はね、もう、マジで毎日ギリギリに動画が出来上がってるから、出来上がってるから、全然そんな余裕がなくて、だからマジでね、毎日7時。で、残業してる人も残業してる日も結構あるんだけど、残業してる日は本当に7時、ギリギリに、トイレに行って、トイレから投稿して。そんなことをやってるかな。本当だからさ、このトイレに行くタイミングが合わなくてさ、たまにさ、めっちゃ早く投稿してる時とかはあるんだよね。でもね、そんな会社ももうあとちょっとでね、今月退職するっていうことに一応決めたので、もう次やることは決まってないんですけど、しばらくチャランポランにしてね、過ごしていくかなって思ってます。なので YouTube もさ、たくさん見てくれたら嬉しいです。
なんかね、なんかうまくね、自分ができることと掛け合わせたことが見つかるといいんですが、まあそんな感じかな。ルーティーンっていうか、ルーティーンになったから今のってちょっとね、ちょっと疑問ですけど、そんな感じで今回の第2回を終わろうと思います。ではでは、ありがとうございました。